熊本電気鉄道株式会社は、熊本県熊本市中央区黒上に本社を置く、鉄道、路線バス、貸切バス事業者。熊本市と甲子市を結ぶ上熊本、藤崎宮へ、三好島の鉄道と、熊本市、菊池市、山賀市などの地域で路線バスを運営する。通称は、熊本電鉄。地元では電車を、菊池電車。 バスを電鉄バスと呼ぶことが多く、熊電という呼び方は、ほぼ通じない。長らく西日本鉄道が、筆頭株主であったが、2008年に現像誌を行い解消した。営業路線藤崎線の一部では、路面電車のように軌道が自動車が走る、道路上にある、併用軌道となっている。また、列車運行の便宜上、藤崎宮前北熊本。 三好島を通称本線上熊本北熊本間を通称上熊本線と呼んでいる。廃止区間未成線車両の搬入については、車体は整備工場からポールトレーラーで北熊本駅へ陸送され、北熊本駅構内でクレーンを使用して搬入される。かつては上熊本駅に国鉄との連絡線が敷かれており、 車両搬入は連絡線を介して行われていた。現存車両導入予定車両過去の車両もは71もは1 2 1一1 2 2号5 0 0 0系5 1 0 2アンペア除籍もしくは運行終了した車両。電気機関車旅客車課者車大人旅客運賃。2020年10月1日改定。1985年5月1日。整理券は、 車両入口横の整理券発行機で発行されるが、藤崎三山駅と北熊本駅では改札口にも整理券発行機が設置されている。列車乗り換え駅である北熊本駅では駅係員が終日常駐しているほか、黒上町駅では平日朝、藤崎三山駅では平日朝や一部の日、時間帯に係員が駐在し、 このような場合は係員に運賃を支払うことになっている。それ以外の駅は終日にわたり無人であり、藤崎宮前、黒上町の両駅における係員非駐在時間と同様、降車する際に運転士に直接運賃を支払う。乗車券発行廃止と同日に連絡運輸も廃止したため、JR との連絡乗車券、定期券はないが、JR 九州が発売する。 旅名人の九州満喫切,切符は全線で利用可能である。また、熊本電鉄バスと共通利用できる定期券や、熊本電鉄バス、他社バスと共通利用できる乗車券がある。IC 乗車カードとして、2015年4月1日から、熊本地域振興 IC カードが導入された。この IC カード導入に伴い、車内及び有人駅の運賃箱が、 小田原機器製からレシップ製に置き換えられたほか、運賃表示機も LED、セブンセグメントディスプレイによるデジタル型から LCD 型に更新されている。また、すべての駅に乗車用の直立型カードリーダーが設置されており、電車乗車の際はこのカードリーダーにタッチしてから乗車する。全線において、平日、土曜は九時十五時三十分の間、日曜祝日は終日、 列車内に自転車を無料で持ち込むことができる。ただし、団体利用時や悪天候時は、利用不可の場合もある。三代社長、松野。これらの信頼関係により松野は、西鉄の株主となり、電鉄株も一部を西鉄に預けたものである。長らく西日本鉄道が、筆頭株主であったために、同社との関係は深く、新人運転士の育成や教習を、 西鉄久留米教習所と柳川常務所で行っている、ほか、車両の改造も西鉄筑紫工場で行われたものが多い。熊本市側の起点である藤崎宮前駅は中心部から若干離れているため、改めき LRT 化の上で国道3号の上に軌道を敷き、熊本市電の水道町電停に直結する構想を熊本電気鉄道は提案した。完成の暁には、 熊本駅方面と甲子市方面が直結され、利便性が大幅に向上する。その一方で、事業費が100億円近くかかり、同社単独での実施は不可能であり、行政などの理解、支援が得られない場合は2008年3月で、鉄道線を全廃する方針を明らかにしていたが、2007年6月20日、電鉄側は鉄道事業撤退の撤回を明らかにした。 これと関係して、熊本県、熊本市、甲子市は、電鉄案のほか、市電の藤崎宮前までの延長と、同一ホームの理解という形も含め、都心結設計画検討委員会を設けて、事業計画の策定を行い、2008年3月、鉄道を廃止して線路時期をバス専用道に転用し、連接バスやガイドウェイバスを走らせる新バスシステム導入を軸に、 検討を進める方針を決めた。その後、同年6月に、熊本電気鉄道が7か年の経営再建計画を発表し、投資がすぐにできる環境にないことから、2008年8月、検討委員会は、都心部結節計画の検討時代を凍結することを決定した。現在、経営体質の改善を図っており、 不動産関連の売却やバス路線の整理等配合を進める一方で、鉄道線の利便性を少しでも高めるべく2009年4月のダイヤ改正で、電車本数の増発を図り、それまで20時台で営業を終えていた電車運転時間帯を大幅に拡大し、22時台まで電車が走るようになった。また、2012年からは劣化した保安設備の更新にも力を入れるようになり、 2013年秋には、藤崎宮前、三好島を走る電車の車内放送を一新して、車内メロディーを採用した。さらに2014年度には、川崎重工業が開発した、台車枠の試行像に、炭素繊維強化プラスチックを採用して、台車枠のガー張りの部分に、CFRP 製の休憩場バネを取り付けることで、 軸ばねの機能を持たせて、軸ばねを不要とし、台車の軽量化と構造の簡素化を図った、世界初の鉄道車両向け CFRP 台車 FWIN を導入して6 0 0 0系1編成のうち1両に装着し、6228A と共に熊本の装飾を施して、熊本電車として2014年3月14日より運行を開始した。 2015年度にもう一編成に導入することになり、2015年3月16日から運転が始まった元東京メトロ01系電車にもこの台車が装着された。線路設備などの交換と合わせ、運行車両の更新についても進められることになっており、2014年度から2022年度までの間に二両7編成の車両を導入して約20年使用した。 従来の車両から入れ替える計画となっている。2021年2月18日に、静岡鉄道が、同社の線形、電車1編成を、熊本電気鉄道へ譲渡すると発表した。路線バス車両鉄道事業を補完する目的で、乗り合いバス事業が始められた。乗り合いバスは、熊本駅、熊本桜町バスターミナルを起点に、熊本市北東部方面に向けて放射状に路線が、 広がっている。貸切バス事業も行われており、観光バスは、県内でもいち早く、スーパーハイデカーを導入するなど、積極的な運営で知られる。特定輸送としては、養護学校のスクールバスや、菊陽町、菊池市、甲子市などの委託を受けて、コミュニティバスを運行している。過去には高速バス、特急、急行、準急快速バスを運行していたことがあるが、 現在はいずれも廃止されている。乗り合いバスの現在の運行路線は、大別して、菊池線と市内線に分けられる。運行地域は、以下の市町村である。廃止された営業所かつて、熊本電鉄バスにはもともと系統番号は、存在していなかったが、1995年より、熊本市外に乗り入れるバスには、同市内で営業する他社と共通の系統番号が、 表示されるようになった。熊本電鉄バスには、北1、北6、北9、小1、58、坪二県33から35が割り当てられていた。北は、清水経由、湖は小は、小貝橋経由で、原則往復とも同じ番号を表示する。ただし、県庁発着便のみ系統番号が異なっていた。その後、 2019年9月11日より、熊本交通センターから再開発整備され、完成した複合施設、桜町熊本内バスターミナル乗り入れ開始に伴い、系統番号も一新し、これまでの漢字一文字番号からアルファベット番号番号に変更された。熊本電鉄バスがこれまで使用していた、北は C となり、小は E に、坪は B に、県は、 形にそれぞれ改められるとともに、同一の系統番号から、さらに運行路線ごとに番号が付加されて、細分化された。以下の路線は、全便土曜、休日運休。また、以下の路線は、系統番号再編時には運行していたものの、その後路線短縮等により、系統番号が廃止された。桜町 BT イコール、熊本桜町バスターミナル。 菊池線上行時北、熊本間はすべて国道3号線経由。市内線市内線の内新地、楠木、武蔵が、丘方面では、系統番号の枝番が統一されており、1イコール楠木団地発着、2イコール光の森駅発着、3イコール武蔵が、丘車庫発着、4イコール杉並大団地発着、5イコール線が、丘、花群発着となっている。 なお2と3については、九州三考バス光の森営業所が運行している。武蔵が丘団地線と合わせている。その他、コミュニティバスこの項では休止、廃止、運行撤退した路線を記す。交通センターイコール、熊本交通センターは途中折り返しのある停留所。一般乗り合いバス高速バスかつて運行していた、高速バス、ユーズル5990年から、 神戸市、姫路市と熊本市を結ぶ夜行高速バス、ユーズル号を山陽電気鉄道と共同運行していたが、1998年3月30日に廃止されている。その後、2007年4月1日から9月30日の期間限定で、近土日曜日及び祝日に福岡市と山賀市、菊池市を結ぶ中高高速路線を西日本鉄道、 九州参考バスと共同運行していたが、これも運行期間満了により運行終了しており、2007年10月1日以降は高速バスに参入していない。コミュニティバスその他2011年3月から2014年3月まで、熊本市の桜の馬場城、彩り園熊本城を結ぶシャトルバスの運行を九州参考バスと共同で担当していた。 日本国内大型4メーカー全車の車両を使用している。かつて車体は西日本車体工業製が中心であった。近年はノンステップバスの導入が進む一方、中古車の購入も多くなっている。塗装は一般路線車は白地に赤、青の帯であるが、2000年代導入のノンステップ車を中心に黄色地に熊をモチーフにした熊本電鉄の マスコットキャラクター、アイビー君のイラストを入れた塗装となっている車両もある。貸し切り車は白地に、濃紺、赤色濃淡4色の帯である。2016年には8年ぶりの新車となる三菱、不装エアロスターが導入された。この車両から新塗装となり、白をベースに3本の紺と1本の赤の帯が入る、シンプルなデザインとなっている。また車名表記も、従来の漢字と、 英字から英字のみに変更された。運賃表示機は交通電業車製のデジタル方式が導入されている。整理券発行機は小田原機器製を採用している。かつては運賃箱も小田原機器製のものが採用されていたが、2015年4月1日からの熊本地域振興 IC カード導入に伴い、電車同様レシップ製の新型運賃箱に置き換えられた。かつては、 熊本、菊池間の路線で2階建てバスの日産ディーゼル、スペースドリームを運行していたが、1994年頃に廃車となった。一般路線への投入という点で、日本国内では希少な例である。主な中古車の遺跡もと、不産業、保険代理店、自動車整備事業などを行っている。かつては、タクシー事業も行っていたが、子会社の熊本電鉄タクシーに移管され、 2014年12月1日には、三花タクシー3回以社名も、菊熊タクシーとなり、2021年4月1日に、菊熊タクシーを含む、三花グループ3社と熊本県内全域において、タクシー事業を中心に営む肥後交通グループ7社の、軽十社が対等合併したことによって、現在は、拓郎となっている。また、書店、アミユズの経営を行っていたが、 市街中心部に大型書店の進出が相次いだため2007年6月末をもって閉店した。その他、中華レストラン、ひとしな荒野藤崎宮前駅前にある熊田プラザビル最上階に温泉施設、藤崎温泉展望の湯などの経営も手掛けていたが、いずれも閉店している。ありがとうございます。